はい、どうもはじまです。今回は夜勤事件やっていこうと思います。前回ですね、幽霊列車っていうものを配信の方でやったんですけど、今回ちょっと実況プレイの方で夜勤事件やっていこうと思います。なんかコンビニかやっていきましょう。結構このシリーズやってる方が多くてですね、ちょっとやってはみたかったんですけど、やっと手を出した感じですね。喋ってんのかな。てん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 、クリックしたり。もう時間か。準備しなきゃ。これなんかマウスの音聞こえたらごめんね。カチ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 言うけど、動作、アクション、オプション。はい。あ、なんか、あ、ネズミちゃん、ネズミちゃん。あ、よかった。なんかね、ゲームパッド持っとるけんさ、それでやってみて。どこ寝た？何喋ってんの？あ、なんか調べるもんあるな。これは、でも、毎度だけか、これ。外もう真っ暗だよね。真っ暗だよ。何、主人公が喋ってんのかな。これ何の、このネズミ。なんでネズミとポテチを並べようと思った。冷蔵庫開かれへんな。何したらいいんやろ。テレビと、こっちは寝るとこ。何すんの。なんか外真っ暗、出るんかな。なんかもうこっち側に開くんや。懐中電灯を持っていかないと危ないよね。あ、そうなんや。ごめんな。何も知らんで。これか？これは、なんとなくね、前回使い方を覚えたので、やっていきましょうね。懐中電灯を持ってどこ行くって。夜勤事件っていうぐらい、多分夜勤に行くんやろうな。準備しないと。食べる、着替える、懐中電灯を持つ。食べる、着替える、懐中、まあ、じゃあ食べて、懐中電灯と思ったやろ。懐中電灯、着替える。着替える。これご飯？あ、開いた。弁当？鮭弁や。これをチンするじゃん。温める。はい。あ、なんかこういうの待ってしまうねな、レンジの前で。他のことした方がいいっていうのは分かるんや。分かるんやけどな、このチンを待っておきたい感はあるよ。どのぐらい温めるんやろ。でもコンビニのってなんか早い気がすんねんな。だってめっちゃ熱々になってるんやんか。自分ちのって結構1分ぐらいチンしても別にまだ冷えひん時あるやんか。結構温めるな。他のことした方がいいんかな。でも気になるな。チンって言ったらすぐに取りたい感はあるんやけど。あ、チン。取り出して食べる。はい。なんか独特な食べ方やな。絶対鮭ではなかったやんか。むしゃむしゃ。あと着替える。着替えるは、多分これが服なんじゃないかな。着替える。はい。で、今多分制服になったっけ。コンビニの制服って家から着ていくんかな。でもコンビニの更衣室ってなさそうやね。確かにそれは着ていかん。冷蔵庫閉めた方がいいんちゃいます？で、出よう。冷蔵庫閉めとかんとね、中がぬるぬるさになってしまう。特に何も入ってなかったけど。で、開けて。懐中電灯勝手につけてくれるんかな。行こう。な、せんま。どこに住んでんの、これ。これ懐中電灯、頭つけてるよね、多分。くっら。なんもわからへん。くっら。これどこ行ったらいいんやろ。仕事がわからんねんけど、どこ行くん？もうコンビニのバイトってしたことないねんな。ちょっととりあえずまっすぐ行くね、ずっと。今までね、働いたことあるのって、飲食店も1個ぐらいねんな。ココイチで働いたぐらいで、他はもう、どっちかって服屋さんとか、あっちでずっとおったけんさ、このコンビニの勝手がわからんというか、ここどこ？一応もしかしたら、コンビニある。あ、でもなんかローソン臭い。もしかしたらね、今外がね、実況収録のしているお外ですね。めっちゃセミ鳴いてんねんな。めっちゃセミの音聞こえたらごめんな。多分ここよね。夜勤。なんかコンビニバイトっていう情報はあるんよね。何してんの、おっさん。これ店長かな。あ、こっち向いた。何してんの。何その顔。わしはここで何があったか知っている。夢でお前ら全員に忠告しろと言われたんじゃ。あまりこういう人相手にせん方がいいで。誰からかは言えねえけどな。俺はその裁きの日を待っている。ひゃー。誰が言ってんの、こいつ。ひゃーって何。食い物よこせ。もう今食べ物ね、食べてきただけで持ってないよね。食い物よこせ。食い物よこせ。食い物よこせって言われてもな。
ごめん、なんかさ、オプションでいろいろいじったらすごい画面良くなったよね。こっちの方がいいかもしれん。おじさん、おじさんの顔もしっかり見える。食い物よこせ。ねえね、おじさんの食い物探してくるわ。もうとりあえずじゃあコンビニで働く。ピンポン。こっちから入るんか。誰君、めっちゃピッてなってんな。お、ここまでたどり着けたか。え、君知らないの？最近ここら辺に住んでる男がつい最近、さっき君が渡ってきた橋で自殺したらしいよ。あの、ほんまに手前のとこよね、コンビニの。さっき会ったババアが言ってたぞ。両足が逆曲がりに折れてて見るに耐えなかったそうだ。あんまりババアとか言わんので。ああ、怖い怖い。君も気をつけた方がいいよ。全部嘘だけどね。はは、は、一回芝居っていいかな。この人入る入る入るよ。これ何、先輩か。一回消毒しようか。アルシャワー。ちょっとめっちゃ猫背やんか。え、なんで声歌ってんの。え、何こいつ。ごめん、いいよいいけど。なんて書いてんの。なんとかタクヤって書いてる。誰、何タクヤって書いてんの。何回ってる。早く出勤してくれよ。ちょっと見さしてよ。タバコめっちゃあるけど、これわからんって。なんか全部全部マイルドセブンの中にするけど。じゃあ出勤してきたらいいんか。あ、何これ。出る家、こっちか。こっちで出勤をするってこと。防犯カメラを見る。見ていいの。まだ出勤シフト、シフトをピュッとしてないけど。あ、これで店内が見れるってことか。自分でこんなにカメラ動かしていいの。ほんで、あ、裏も見れる。さっきのおっさんとか映らへんのかな。あの、特に変わった情報はございませんね。いや、これ嫌い。なんでここ開けてんの。なんで閉じへんの。わ、いっぱいあるいっぱいある。これ何。夜にはいくつかの売れ残りの賞味期限が近くなってると思う。誰か確認してくれないか、マネージャー。じゃあ、あいつに任せよ、先輩に。で、これを出勤する。はい、よし、仕事で。あ、おらんなったんやけど、あれどこ行ったん。え、帰るん。え、ちょっと待って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 。なんで帰るん。ちょっと、ちょっとお疲れ様でしたぐらい言って。ちょっと待って。あ、な、車来てる、危ない。え、先輩、先輩、先輩、どこ行くんですか。先輩、先輩待ってください。先輩、先輩、そんな早上がりたかったんかな。危ない、車。え、誰か来た。何の変な顔。え、じゃ先輩、ちょっと待ってて、お客さん待っててもらおう。え、先輩、お疲れ様でしたとか言った方がいいんじゃん。引き継ぎとかあるやろ絶対に。何してんの、どこ行くの。あ、車止めてんの。え、なんかハザードランプ触れてない。これいかんって。こう上がるで、なんかつかんなるで。え、先輩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 、お疲れ様でした。え、例えばお客さん来とったけん、お客さんのちゃんとレジを打とう。私一人なんかな。主人公女の子っぽかったよね。お客さんどこ行ったん。あれ、あ、おるおる、買い物してる買い物してる。いらっしゃいませ。もしよかったら手に取ってみてくださいね。ラビー・ウィリアム人参ジュース。私最近これしか飲んでないな。お客様、すごくおすすめ。なんかさ、どっちかとアパレルばっかり仕事しとったけど、お客さんが来たらついていかんといかん気がするよね。お客様、よかったらカゴをお持ちになった方が。そんな持ち方絶対お弁当としてはダメなんですよ。お客様、お客様。あ、レジですね。いらっしゃいませ、お待たせしました。商品を受け取ります。え、ピッて刺してや。あれ、あ、ピッて刺して。はい、なんで笑ってんの。お弁当ピッてせないかんやろ。ペイペイはわかるよ。ペイペイはわかるけど、さっきのお弁当ピッてせないかんやろ。え、もうピッてする。ありがとうございます。またお越しくださいませ。ありがとうございました。お客様、あとお見送り、またのご来店お待ちしております。お客様、お客様、レジ袋いらないんですかね。お客様、ここから先行かれへん。お客様、お客様、お見送ろう。キャバ嬢システムでいこう。またのご来店お待ちしておりますペコリ。なんかお客さんおらんなったけん、なんか賞味期限がどうのこうの言ったけん、それをどうにかしよう。この棚は大丈夫そうだ。あ、なんかめっちゃおにぎりある。
あ、でもなんか品揃えが偏ってんな。賞味期限切れの商品があるような。あ、じゃあこれで商品を下ろす。あ、し、え、何これ、え、なんでこんな入れ方すん。え、誰か来た、いらっしゃいませ。どこどこどこのお客様、あれ、お客様、お客様、お客様いらっしゃいません。お客様、あ、これさ、あっちのなんかご飯くれおじさんにあげに行こう。おじさん、これあげる、あげる、うん、あ、ありがとうございます。お客様、またのご来店をお待ちしております。お客様、ありがとうぐらい言った方がいいと思います。本当に私は救われるんでしょうか。さっき来たお客様どこに行ったんやろな。ここまで賞味期限見たけん、この棚は大丈夫そう、この棚は大丈夫そう、この棚は大丈夫そう、ここはクロワッサン、この棚は大丈夫そう。あ、ここあるぞ、賞味期限切れの商品があるようだ。商品を下ろす。よし、賞味期限切れ、ここはもうだ。何これ、お父さん食堂。え、なんかここファミマっぽくない？賞味期限切れってこっちのお菓子を基本的に。何この色、何、チキンマヨ、あ、シーチキンマヨ。これゴミどうすんの、え、ゴミどうすんの。あ、何これ、え、今ゴミ持っとるけん調べられんってことか。おじさんせっかくやったら全部受け取ってほしかったな。ゴミどこ行ったらいいの、裏か、なんか裏にさ捨てるとこあったよね、監視カメラで。ここか、これか、捨てる、はい、これ捨てて、そしたらまたいろいろ調べられるようになると思うから、未練カードとこ見に行こう。よし、なんかいろいろ怪奇現象というかホラー要素が入っとると聞いたから、いろんなことが起きていくと思うよね。でも今のとこお客さんがおらんけんな。ラビビーム、これ聞いた、すごくおすすめ。君のおすすめは知らん。なんかここの雑誌とかも見れたはず。雑誌はめったに買わないけど、アンスティン・リーのはよく見てしまう。あ、この男の人のやつ、誰これ。なんかあんま言いたないけど上向きがちよな、モデルの人。いや、かっこいいやで。あ、いらっしゃいませ。あれ、あ、私がおったけんか。この辺とかはなんか大丈夫そうって言ったもん。あ、いらっしゃいませ。え、誰、あ、ちょっと、ね、やめてくださいよ。なんか荷物はあれかな、メルカリとかの人って即日発送とかが大事、なんてやろ、大事って聞くし、メルカリの人かもしれん。配達業にしてはかなり夜遅いですね。あ、ヤマトの人ですか。最近夜遅くまで空いてるコンビニには特別にで配達を行うシステムができたんですよね。おっと、この配達物もこのコンビニ直接の受け取りになっているようですね。あれ、乗ってる名前と君のネームプレート同じようですね。あ、ジムラでしたか。君、直接のお渡しとなります。あ、もらえます。じゃあ、じゃあこれをもらいましょう。家に持ち帰る。一回置いとっていい、他にもなんか見たいし。休憩しよう。防犯カメラを見る。夜のコンビニって後ろっていい気がするな。最後お客様が来た時だけ見に行ったり。あ、お客様、お客様、お客様。あ、くそー、ヤマトのお兄さんと見送ればよかったな。裏どんなやろ。あんまさっきゴミ捨てに来たぐらいで何も見てなかったな。これ何、立ち入り禁止、この先工事中。こんなに貼る、こんなに貼る、絶対なんかあるな。ここ最終的こっちに来そうな気がする。最終日あたり多分立ち入るんやと思う。お客さん関係なんか夜勤も暇やな。おそらくもうこの荷物を持って帰るしかないと思うね。持ち帰りましょう。これで1日目が終わりってことでいいかな。あ、家帰ってきてる。荷物は、あ、これやね。え、ビデオ。え、なんで勝手に温めてんの。今日のご飯かな。これなんかビデオあるよね。見れる。あ、よく見る、よく見る、よく見る。なんか自分宛てに直接送られてきとったビデオやろ。暗、あ、
立ち入り禁止やんか。言ってん、絶対立ち入るって。何、どこどこ、いや何、なんで一部しか見せんの。なんかホラー映像とかさ、心霊ビデオみたいなやつってなんで全部さ、え、なんで何もチンしてない。え、エアチンはやめや。あ、今日ご飯ないわ。じゃあ2日目の出勤来ますか。なんかさ、心霊ビデオとかって、え、何、第1夜ここで、ん、あ、川ついた、橋ついたってことはもうこれやっとコンビニ着くんちゃいます。めっちゃ迷子やったんやけど、知らんとこいっぱい行った。あ、ついたついた。あ、今日なんかあのおじさんおらへんな。食べ物くれおじさんおらへんな。寂しいことが起こることですね。どういうことやろ。もう迷子になった時に疲れたんやけど、もう今日仕事したくない。じゃあ入りましょう。あ、先輩、おはようございます。ねえねえ、自動ドアが勝手に開いたんだってね。え、違う、私が近くに行ったけんね、修理屋に来てもらったんだけど、センサーの問題だったらしい。あれか、ポルターガイストかと思ったんか。よくテレビで見るけど、やらせだよ。幽霊なんて存在しないって。まあ、君が幽霊みたいなもんやけどな。先輩、早く出勤してよ。なんでそうやって言うの。まずおはようございます、そしてお疲れ様です。防犯カメラまだいいかな。今日することは、昨日ネズミを店裏で見たぞ。ゴミ箱荒らされたみたいだ。これを読んでる人、大至急お願いします。マネージャー、マネージャー全然会わへんな。昼だけなんかな。はい、出勤します。出勤する。はいはい、おはようございます。あいつすぐ帰ってやる。またやっぱこれ何乗っとん、なんかアガサ博士みたいに乗っとるやんか。かっこエロしいなこれ。先輩、先輩こっちです。先輩、でも先輩ちょっとかっこいい車乗ってんな。やっぱ夜勤やけん、こう給料はいいんかもしれんな。先輩お疲れ様でした。先輩お疲れ様。痛い。引いた。え、なんで引いたん。嫌いなんかな。あ、おばあ、おばあ、おばあ何してんの。いらっしゃいませ。おばあ、こっちこっち。先生、ゆっくりゆっくりゆっくりでいいよ。ここ段差多分あるけん気をつけてな。うん、一歩一歩、一歩一歩が大事。おばあちゃんと靴履いてる、裸足できてない。なんか靴下だけな気にするんやけど。おばあこっち、おばあこっち、そうそうそう、もうちょいもうちょい。おばあ開け取ってあげる、ここな。はい、あ、おばあ閉まった、おばあ閉まったわ。おばあ開けてあげる。おばあ、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 あれあれ、おばあなんかぬぬんってきた。おばあ、おばあ、おばあ話しかけられへん。おばあいらっしゃいませ。おばあ、おばあめっちゃ笑顔。おばあかわいいな、めっちゃ、なんでそんなニコニコなん。おばあ全然話しかけられへんやんか。おばあ、おばあ、おばあ近い、おばあ近い、おばあ近い、おばあなんか仕事するって言ってたよな。なんかネズミ、ネズミをどうのこうの、ネズミ、あ、なんかある、なんかある。え、なんか、なんかネズミスプレー持ってる。6匹どっかネズミ寄るってこと。なんであの先輩何もしてないん。外か、あ、おる。ネズミ。みっ。え、なんでこんなことなってんの。誰がこんなことしたん。倒してるやんか。ミッキーマウス。え、なんでこれ倒してんの。ネズミがすることはないやろ、これは。誰かがやったやろ、絶対に。ネズミ、ネズミ。ネズミ、ネズミ。あのおばあは多分トイレ来ただけかな。あ、おる。ミッキーマウス。あ、ネズミ、ネズミ。なんだ、ピンポンピンポン言ってる。ちょっと待って。今ネズミ退治してるから。ミッキーマウス。あのおばあが実はネズミやったっていうホラーはないんかな。実はわしがネズミじゃったんじゃ。トイレを借りさせてもろうた。あ、いた。ミッキーマウス。ネズミオッケー。で、なんかピンポンピンポン来とった気になっていくわ。おばあかな。おばあがトイレ終わって買い物に来たんかな。おばあどこおるん。おばあ帰ったんか。いらっしゃいませ。誰これ。なあ、おりゃ急いでんだ。だから早く。
ビール5個とタバコ持ってきてくれねえか。いい子だからさ。嫌です。おばあどこ行ったんやろ。うん、自分で取ってきてめっちゃちっちゃい声で言ってな。もっと大きい声で言ってんやで。はぁ、あ、自分で取ってきてよね。ビールこれか5個。えなんか落ちとるよこれ。9でアイテムドロップ、9でアイテムドロップ。投げた。あそういうことか。じゃあ1回取っとこうか全部。あ取ったんか。5個やろ。まあいいや。アイテムドロップ、あへい、あ持ってないわ。ビール拾ってえい。あれ渡せてない。あ落ちちゃいました。すいません、ちょっと落ちたんですけど。はい、あれまあいいや。そこの拾っとって、拾うぐらいできるやろ。 OK、 これでビール5個は持ってきたやろ。ビール5個と入るタバコ、ビール5個とタバコって言ったね。さあ拾えよ。ここまで持ってきたやんけん、あとは拾うだけや。うわ君変なとこに車止めてない。嫌いやわこれ。ちゃんと駐車もせんと、何この自分のことしか考えてない。痛い。おばあどこ行ったんやろな。監視カメラ見てみようかな。防犯カメラ見る。誰のお家はずっとあるけど。んで裏もさっき掃除したとこやもんね。なんかまだおったんですか。帰りや急いどんやろ。えこれもう全部渡さないかんってこと。まあはいはい、ちゃんと拾わんと、一人でもできるようにならんと。こういうことは全部店員さんがやってくれるわけじゃないし。はい、お待たせしました。そんじゃさっさとスキャンしてくれ。は？何このネックレス。ダッサ。ただいま唐揚げくん揚げたてです。よかったらどうぞ。あ、ピーしますね。はい、ありがとうございました。待って待って。お見送りお見送り。ありがとうございました。バイバイ。気をつけるんやで。なんかすること全部終わった気がする。あ、おばあおばあ。おばあずっとトイレ入っとったんか。何してんの。はあ、何あれ、ケンくんは。ケンくん、さっきのビールおじさん。私のかわいいケンくん、どこへ行ったの。さっきなんかビール5個とタバコ1個くれって言ったで。さっき声が聞こえたような。この場所は私の娘の家じゃ。どうしてくれたんじゃ。おばあちゃん一回帰り。娘の家を返せ。おばあおばあおばあ、ここ娘の家ちゃうやん。私の仕事場っていうか私の店みたいなもんや。おばあおばあ、ほんまにトイレ借りに来ただけ。おばあでもなんかしんどそうやな。開けとってあげる。多分このケン君ってさっきのビールおじさんのことか。ちゃんと育てんとあかんで。あんなんおばあち今回ちゃんと出るんやで。そうそう、もおばああんまこの時間に一人で出歩かんほうがいいよ。おばあおばあ、おばあケン君によろしくな。ケン君にちゃんと言っとって、ちゃんとビールでビールとかタバコは自分で持ってくること。最悪タバコは番号を言ってくれればこっちが取るけど、あんまり名称で言わんっていうこと。セブンスターのボックスとか若葉とか、その分からへんけんな。タバコ吸わん人からしたらな。ちゃんと番号で言うこと。ケン君にもそういう教育をちゃんと受けること。おばあおばあ消えていく。おばあが消えていく。何がピンポン言うてんの。え誰か来てるくない。誰か来たな。車あったもんね。お客様、あトイレ開けっぱや。おばあちゃんとおばあ閉めんと。これおばあなんかトイレ残してない。あちゃんと流してるわ。閉める。お客さんはどこに行ったん。なんかポルターガイストがどうのこうの言ったよね。今あの状況で監視カメラ見たらなんか変わるってことか。なんか映ってるんちゃうか。おばあとか
あ、おるおる、あ、わ、悪そうおったぞ、今。あ、悪そうおったぞ、今。え？なんかピンポンダッシュの子おったけど。最悪なんですけど。なんかめっちゃバカにされた気分やわ。なんか今日の仕事最悪、変なビールおじい来るし、ピンポンダッシュ少年来るし。はい、どこ行ったん、ピンポンダッシュ。お母さんに言うぞ。そんなことしょったら。え、なに、あ、なんか来た。危ない危ない、なんでそんなことすん、危ないでしょ。あれ、配達おじさんや。お疲れ様です。昨日変なビデオでしたよ。送り返した方がいいかもしれん。こっちめっちゃ見てる。好きなんかな、私のこと。今日はなんか荷物あります？何も持ってないように見えるけど。ねえ、じゃあ仕事せないか、サボりに来てるやろ。まあ夜やけんね、大変やわな。んで、今日はどうしたの？また会いましたね。違い、お前が会いに来てるんや。最近オンラインショッピングを利用する人が急激に増えてますからね。ということで、ここに配達箱を受け取りに来たんですけど、配達箱？何それ？配達箱？そんなんありましたっけ？これか？これ三河屋さんが持ってくるやつやんか。配達箱？あ、これか？あったっけ、こんなん。ありました。はい、渡す？渡さない。はい、早く帰って。お疲れ様でした。後ろ積んだ方がええんちゃいます？あ、はいや、積む。気をつけて。気をつけてって言ってんか、気をつけてって言ってんか。一応心霊現象も見れたし、お客さんも何人かさばいたし、とりあえずこれでいい気がするわ。あ、でもすることなくなった。お客様がいらっしゃいません。めっちゃキャットフードいっぱいある。あ、第2や。